どうも、岡田千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。今回は6月月初の限定ガシャ、ブライダルのガシャの予想動画を出していきたいと思います。はい、ブライダルといえばね、毎年もワクワクですよね。衣装がドレス、美しいドレスがね、来るのはもちろんのこと、イラストもね、めちゃくちゃ、特にね、やっぱ特訓前がちゃんとウェディングドレスをね、着てくれてるんで、めちゃくちゃ期待も高いガシャになっていると思うんですが、予想していきたいと思います。はい、ではまずキュートタイプから考えていきたいと思います。キュートタイプは、ローテーションが正しければ次はミューチャルで、秒数がね、新しい秒数が来るはずなんですけれども、オルタネイトとの関係考えて、オルタネイトアンサンブルとの関係を考えると、次6中かなっていう風に思っております。6中ミューチャルが来るかなっていう感じでちょっと予想していきたいと思います。はじめは、まあ、その関係もあって京子ちゃんもしくはナナちゃん、この2人のどちらかかなって今回は考えてたんですよね、6周年待ちで。でも、まあ、ナナちゃんがイベントで報酬になってたんで、まあ、可能性はゼロとは言えないんですけれども、まあ、ちょっと低めかなっていう風に考えて、まあ、ナナちゃん外して、じゃあそれなら京子ちゃんじゃないっていうところなんですけれども、私は千代ちゃんで予想したいと思います。はい、いや千代ちゃんがさ、まあ、なかなか来なさすぎたじゃないですか。なかなか来なさすぎて、もうほんまどこで実装するんやんっていう、そういうね、状況だったわけなんですけれども、いやここのブライダルだったら、去年のね、千歳が6中のアンサンブルで、ここで6中のミューチャルが千代ちゃんについたら、すごいぴったり噛み合うんですよね。しかもブライダル同士っていう胸熱展開。先月のミューチャルがナターリアだったので、もう絶対6周目待ちから出るっていう法則は崩れたんで、そこで崩れたんで、うん、これは結構可能性あるんじゃないかなと思います。待ってた理由が、今まで出なかった理由がこれかなとちょっと思いました。ナナちゃんの場合だったら水着の可能性もいけそうだし、京子ちゃんならノワールっていう可能性も十分あるんで、うん、今回キュートタイプは千代ちゃんでいきたいと思います。はい、次にクールタイプの予想をしていきたいと思います。はい、クールがねちょっと難しくて、ライフスパークルなのかなという感じではあるんですけれども、ワンチャンアンサンブル復活があるかな、どうかなっていう風なちょっとところでございます。で、誰が来るかなっていうのをちょっと考えたんですけれども、まあ、ブライダルずっとシューコちゃん来そうってちょっと思ってたんで、とりあえずシューコちゃんで予想を出します。あとでも恐れてるのはリーナですね。ノアルの可能性もあるんですけれども、リフレイン持ちっていうこともあるんで、うん、結構万能というか強い特技を持ってるんで、うん、ライフスパークルがつくのもちょっとおかしくないかなと思ったりもね、するので、ちょっとリーナの可能性もあるんじゃないかなと思って、結構震えたりもしております。でも今回はシューコちゃんで予想して、シューコちゃんのね、ドレス姿に期待したいなと思います。はい、続きましてパッションタイプです。はい、まあおそらくオルタネイトかなという感じですね。うん、でパッションタイプが、まあ、悩むんですけれども、シュガ派かなとシュガ派かなと、まあ、単純に今月のノワールでシュガ派が来ると思ってたけど、まあ、来なかったっていうことで、じゃあ限定なのかなって考えるとここかなっていった感じでございます。いやー、ただねー、ただ水着の時にミューチャルで来るっていうのも
ありそうってありそうってちょっと思ったりするんですよね。はい。そして他の候補アイドルちゃんとして来そうかなって、そろそろ SS レア来そうかなと思ってるアイドルちゃんに、まあ、ユッキがいたりするんですけど、ユッキはブランかなと、ブランの方が強いかなと、濃厚かなと思っております。ファッションの候補アイドルちゃんが、まあ、あまりいないっていう印象もあったりするんで、ブラン候補のねアイドルちゃんが、なので、まあ、ユッキはブランの方に、限定じゃなくてブランの方に行くんじゃないかなと思っております。あとさらにどんでん返しというか、そんな感じで今月のノワールでシュガハかリアムちゃんかっていう感じなのを予想していたんで、リアムちゃんの可能性もあるのではとか思ったりもちょっとしております。その場合キュートアイドルちゃんは6周目アイドルちゃんがまあ来るんだろうなっていうところではあるんですけれども、はい、ちょっと長々話しましたが、ファッションタイプはシュガハでいきたいと思います。はい、ということで私の予想はこのようになりました。キュートタイプはチヨちゃん、クールタイプはシュウコちゃん、ファッションタイプはシュガハ、この3人でいきたいと思います。はい、もしリーナが今回来てしまった場合、ユッキが来てしまった場合は私ガシャ引くと思うので、その時は応援よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。